今日これから大事な法案政策をですね打ち出すわけでありますけれども、法案だけ考えましてもですね、経済対策あり、そして、例の給油法の問題もあり、またあの消費者庁もあり、また全国会の積み残しもたくさん大事なのがございますから、そういうものをですね順調に仕上げていかなければいけない。そのためにはですね、私がいろいろ考えましたよ。判断した結果、今辞任をして新しい人に託した方が、その方がより良いという判断をしたわけです。水島さん、これ今日は夕方に麻生幹事長と約1時間ほど会っていましたが、どのようなお話をされたのかということと、それから自ら幹事長に起用された麻生さんを次の総裁選でも総理は支持していくということになるんでしょうか。今日は麻生幹事長、それから町村官房長官、両氏においでいただきましてですね、私の考え方を説明を申し上げました。いろいろなやり取りがありまして時間もかかりましたけれども、そういうことであったということであります。それからその後のことはですね、これは自民党の党内でどうするかという問題でありますけれども、総裁選挙の日取りとか手続きを進めていただきたいということを麻生幹事長にお願いをいたしました。それでは次の質問を受け付けます。じゃあ福本さん。読売新聞の福本です。2つお伺いします。1つは今回ですね、ご決断に至る過程で総理ご自身がこれまでですね、解散総選挙をご自身の手でやるというふうにお考えたことはあるのかないのか。私です。誰が言ってるんですか。民主党との間ではだいぶねじれ国家の下で政策遂行が難航したようですけれども、民主党の小沢代表に対して、ご自身からおっしゃりたいことがあれば。民主党の小沢代表に対してご自身からおっしゃりたいことがあれば、申し上げたいことですか。はい、そうですね、確かにねじれ国会で大変苦労させられました。話し合いをしたいと思ってもですね、それを受け付けてもらえなかったということが何回もございましたし、その与党の出す法案には真っ向反対と、それも重要法案に限って真っ向反対というようなことで、聞く耳持たずということは何回もございました。私はですね、小沢代表に申し上げたいのは、国のためにどうしたらいいかということを、虚心坦懐、胸襟を開いて話し合いをする機会があったらよかったなと、そういう機会ももしかったかなということを申し上げたいというふうに思います。次の質問を受けますが、じゃあ小中さん。毎日新聞の小中です。毎日新聞の小中と申します。総理は1ヶ月前にご自身の手で内閣改造、それもかなり大幅な改造をなさったばかりですけれども、その時もこのメンバーで臨時国会を乗り切るための強力な布陣を敷いたと、そう思われたはずだと思うんですが、その内閣のメンバーをわずか1ヶ月、国会も迎えないうちに自ら総辞職という形を取らなければいけないというようなことになったことについて、もう一度ご見解をお願いしたいのと、そうであるとするならば、総理ご自身がこの臨時国会を乗り切るためにご自身として何が足りなかったのか、それをどのようにお考えになっているのか、お話を聞かせていただけないでしょうか。私がね、1ヶ月前に内閣改造をしたということ、それでなぜその1ヶ月後にですね、総理自身、任命した総理自身が辞めるのかと、こういうふうなことで、これはもっともなお話だと思います。しかし、私もですね、内閣改造をしたときには、この少なくともですね、重要な案件については何とかしたいと、こういう意欲を持っておりました。ですから、そういう布陣をした、特にですね、経済については特に重視しなければいけないというそういう思いがございました。その改造の前あたりからですね、経済対策を打たなければいけないと、こういうふうなことでもって、いろいろとその考えを巡らしておった、そういうことがございますので、その新内閣になりまして、早速この経済対策に手をつけていただいたと
まあ、こういうことがございました。まあ、しかしですね、まあ、それがその先週末に一応の決着を見たとということであります。でじゃ あの今現在そのどうして、その組閣当時と考え方が変わったのかと申しますと、まあ、これはねその後のいろいろな状況、政治の状況はありますんでね、そういうことを勘案して、そしてこの臨時国会が順調、少しでも順調にいくようにと考えましてね、私が自身でやるよりは他の方にやっていただいた方がよりよくいくのではないか。そしてまた野党の方は解散解散と言っておるわけですね。で解散ということがありますとね、まあ、それはまた議員心理というものはまたいろいろございますんで、まあ、そういうその議員心理の結果ですね、またあの政治情勢が不安定になってはいけない。でそれはですね、そういうことになった場合には国会だけの話じゃない、国会議員だけでの話ではない、やっぱり国民全体にご迷惑をおかけすることだと。でそうすればですね、その国会に一番迷惑をかけない時期に私がそういうような表明をするということが一番いいのではないというように考えまして、この時期を選んだんです。でこれが一番いい時期だと思っております。それでは時間も経過しましたので、最後の質問をお受けしたいと思います。それじゃあ、じゃあ同盟さん。中国新聞の道明と申します。一般に総理の会見がですね、国民にはちょっと人ごとのように聞こえるというふうな話がよくされておりました。今日の退陣会見を聞いてもやっぱり率直にそのように印象を持つのです。安倍総理に引き続くこういう形での辞め方になったことについてですね、自民党を中心とする現在の政権に与える影響というものをどんなふうにお考えでしょうか。現在の自民党政権、自民党公明党政権ですか。それはね、順調にいけばいいですよ。これに越したことはない。まあ、しかし私のこの先を見通すこの目の中には、その決して順調ではない可能性がある。そしてまたその状況の中で不測の事態に陥ってはいけない、まあ、そういうことも考えました。まあ、人ごとのようにというふうにあなたはおっしゃったけどね、私は自分自身を客観的に見ることはできるんです。あなたと違うんです。まあ、そういうことも合わせ考えていただきたいと思います。それでは以上をもちまして記者会見を終了いたします。ありがとうございました。どうもお世話になりました。はい、福田総理大臣辞任表明の記者会見の模様を中継でお伝えしました。福田総理大臣は先ほど総理大臣官邸で緊急に記者会見し、新しい布陣の下で政策の実現を図らなければならないと考え、辞任することを決意したと述べました。福田総理大臣は先ほど総理大臣官邸で緊急に記者会見し、新しい布陣の下で政策の実現を図らなければならないと考え、辞任することを決意したと述べました。